佐々木朗希完全試合観戦。俺これね、純ちゃんのツイート見た時に、はい、持ってるなって思って。だってそんな試合観戦してないでしょ。今年初めてですね。でしょ。ロッテに関しては俺2年ぶりぐらいじゃないですかね。それであんな歴史に残る試合を見れるってなかなかなくないですか。すごかった。なんかもうちょっと一人だけ次元が違ったわ。これってなんか、うん、もうこれ僕予告しときますわ。何？特別な試合じゃなくなると思う。これこの日が。え、完全試合っていうのが特別じゃなくなるってこと？佐々木朗希またやると思います。これ打てないもんだって、あんな球。これ多分やりますよ。現地で見てたらそう思うんや。うん、もう大人と子供みたいなレベルでした正直。あの相手がオリックスだったんです。オリックスも別にね、ちょっとコロナとかもあってベストオーダーじゃなかったけど。ああ確かに。いやでもちょっと次元が違った。世界一のレベルと思います。これ近々またやると思う、佐々木朗希に関しては。それで言ったらモコウ君も持ってるよね。うん、ずっと俺たちがうわーって、いやすごいって言ってる中、モコウはおもんないマジでおもんない試合みたいな感じで超つまんなそうだった。試合後の写真白目向いてたよ、ね、なんかしかも俺たち盗撮されてたらしくて、で俺たちが和気あいあいと帰ってる中、モコウだけ下向いてちゃんとテンション低かったもん。それでか。俺そう、一昨日さ、はい、モコウ君が自分のラジオのレギュラーにね、ゲストに来てくれたのよ、うんうん、で、まあ開口一番やっぱね、歴史に残る試合だと思ったから、はいはいはい、いや佐々木朗希の試合めっちゃすごないって言ったら、す、はい、よねやられた側だからね。そう、テンション低いみたいな。やられた側だから多分。ほんまにオリックス好きなんやね。めっちゃ好きっすね。でしかも最後のバッターが一番押してる人、あ、モコウがね、モコウが押してる30歳ぐらいのバッター、すごいバッターがいるんですけど、ちょっと今年調子悪くて出てなくて、代打で出てきて3球三振してて、なんかってやってましたちゃんと普通に球場2万5000人ぐらいいたんだけど、うん、だから2万4999人は佐々木朗希頑張れパーフェクトしろって言ってたから、モコウはちゃんとヒット打てちゃんとヒット打てって願ってましたね。いいなぁ、ファンの鏡ですね。ファンの鏡、はい。